これはね、あのイギリスのスーパーファリーアニマルズっていうね、あの人たちのジャケットなの。これは結構ね、あの すごいお金がかかってて、こういうなんかおまけがついてるのね。これもね、あのこのバンドのリーダーっていうのは僕の絵が好きで、それでね、僕のこと探したらね、僕が大学に教えてるっていうのをなんか向こうが調べたらしいのよ。それで大学に電話がかかってきて、この人のこのリーダーがね、で大学からそのイギリスのロックバンドから電話がかかってきてるからって言って僕のところに言ってきた。自分個人ではできない領域っていうかね、その誰かとやることによって、まあ2人だったら2なんだけど、2がまあ4にも5にもなるっていうこともあるし、また逆に失敗した場合はその2人でやっても1になっちゃうこともある。だけどまあ結果的にはその相手が企業であったり作家であったりしても面白いものはできるよね。だから別にそのなんていうの、こういうふうにやってくださいというようなものはあんまり、まあ僕の場合、まあその人によるかもしれないけど、僕の場合はあんまりこうやってくださいというのはないから、まあ自由にやってくださいということで、大体話はもう5分ぐらいで終わっちゃうわけよ。自分の興味がまあ衰えてくればそれはもうわからないけども、興味があるうちはだからその面白いものは作れるっていうことになるよね。